今日病院どうだった？2300ぐらい。アイラちゃんの昔の友達から連絡来た。繋がってきたけど、あとちょっとでアイラちゃんの両親に会えそうな。なんかいいことない、まだ。何食べてたの？腹ペコステーキ。ステーキ。美味しかった。場所変え？ここでいい。なる。まあ注文頼んだです。あ、何頼む？デザート。ポテト。ポテト。結構食べる。お腹空いてる。ご飯食べるくない。最近あのトランポいいと思う。妊娠え出産時に、うん、大きい子が大変じゃん、うん、今日病院どうだった？うちだ2300ぐらい。2300ぐらい。それは何て言ってた？それは何て言ってた？通常どう？平均的？少ないと思うけど、だいたい2600なの。以下は水くじになった。え？水くじになった。水くじ？水くじ。何ですか？水くじ。ではないでしょ。になってる。今？って言われてた。言われてなくてもそういうふうに、前の時ね。だいたいそういうふうになんかなってる。今何週って言われた？聞いてなかった。聞いてなかった。30週ぐらい。来週次の通院の予定日って分かる？21。その時は俺も一緒に行くね。でもちゃ偉いね、ちゃんと一人でも行けるようになってる。自分のためだから。うん、医者の人見てもらうとわからんじゃん。え？ああ、そうだ。医者の人に見てもらうのわからない。そうだ、偉い。なんか最近良くなってる、なんか体調。まあ意思疎通がすごい取れる。うん、前までちょっと予定があったからさ。え？予定があったから急いでただけ。予定があった。予定があって急いでただけ。この後？この後別にない。もう家帰るだけ？大阪かなんか行って携帯つなげないかんかも。大阪？うん、なんで？携帯をつなげないかん。それ誰かに言われたの？いろいろね。マッコセンター電話するとやっぱあの戸籍謄本とかいるからさ、取り寄せを待つか。でも先に大阪行った方が早いように思ったり。はいはい。そういえば、アイラちゃんの昔の友達から連絡来た。誰や？何？連絡取らない。え？取らない。連絡取ってない。写真送ってくれた。他にいないの？連絡取れる。役所にもすごい連絡来るって言ってたよ。妊娠のことを助けてあげてほしいとか、それ以外も悪い人を送るらしい。生活保護を手続きしてないかって。あれ、ね、クレームの電話か。あの妊娠をなんとかしてほしいって連絡欲しいんだって。うん、俺も言われ役所の人が言ってた。うん、出産をなんとかって無事に。まあ、無事に出産できる。ね、今ちゃんと病院行ってるもんね。相当、うん、なことがなきゃ失敗なんてないって、一回もないとは言われたけど、病院行って失敗はない、うん、写真送ってくれたの。これアイラちゃん。
私がアイラちゃんって言われて、俺多分10代じゃない、私じゃないよね、もうそういう感じだったけど、マンバケというか、でも私か顔が違う、あ、そっちも私だ、その左のは浴衣の、それ送ってよ、私にさっきのは違うよね、これ私のこの頃、一緒にいた友達覚えてる、覚えてる、記憶あるから、ある記憶力いいよ、なくならない、その方から連絡があった、成人してからもしばらく遊んでたんだって、それはないな、嘘だ、そんなことしか遊んだことない、パクられる前だ、誰が、アイナちゃんが、わからん、今とそう変わらんでしょ、化粧の感じで他にしてよ、写真、写真、え、懐かしいね、浴衣もあるかわいいでしょ、かわいいモテてたよ、モテてた、すごいファンクラブとかあったの、昔ほんと、愛知県の時、なんかこの人曰くアイラちゃんのお母さんとお父さんはすごいきちんとしてる家庭、この人あるって言ってた、真面目なところだから、真面目とか過保護だ、過保護か、何でもやって送り迎えてていいと思わせなかったんで、当時アイラちゃんとかやってた、うん、じゃあ多分本当の友達だと思う、この人結構今聞いてて、その両親、アイラちゃんの両親のことも聞いたの、でしたらその両親なんて関わらんほうがいいよ、関わらんほうがいい、アイラちゃん私が知ってることは多いから、ん、私が知っていることは多い、知ってることが多い、うん、例えば生き物違いとか、生き物が違うなんか関わってもいいことないよ、うん、アクアスね、アイスのことは詳しく知らんけど、え、アイス系のことは詳しく知らんけどさ、精神病に入れられたり、いろいろされてるさ、アイス系なんて一緒に出れんかもしれんさ、誰かが出さんと、そういう法律もないから、遺産自由だから、アイチ系、うん、あ、私も何にも出してるの、入院の話、精神病院、ね、僕、この方にお願いして、アイラちゃんのお母さんに会えないかなって、会わなくて、会わんほうがいい、言って、その場所知らないですかって聞いたけど、弟だってさ、あれ、なんで子供、自分が誰だかわからんって言って、バラステが子供になった時に後から運ばれたって電話するこの方と、しなくていい、うん、それで、今も精神病院に入れられてるらしく、出たか知らんけど、ね、あ、弟が、そう、だから学校の男とかに助けを思って言ったんだけど、なかなか難しいってか、その気にならんみたいな、そうそ、ん、う、うん、難しいみたいな、その角とか変わりたくないっていうのがあるから、怪しいのに角とか誰にでも言えるけど、いいこと、いいこと言ったって結果は一緒だから、いい話だってないから、将来的に怪しいって怪しい、またけ合わんかったらさ、わからないからってさ、怪しいったら怪しい、だから女友達と合わんようになったりってこと、合わない方がいい、顔が変わったとかあるかもしれない、友達だと思ってる、友達ってのは友達って思えないそんな詳しく知らんもん、そういう人、本当？うん、全然知らん。でも一緒になんか男がいてさ、彼氏がその人のいとこだったの、その女が。あ、あ、あのさ、獄中結婚した？なんか席は入れてる、席入れな、あれ面会とかできないさ。うん、あの席入れる人と席入れてたっていう。別に結婚がどうとかじゃなくて。面会するために席入れた。そうそうそう、引き受け人とかさ、はいはい、そういうために。連絡取れる中でさ、うん、あ、じゃあそれは何、その結婚したいしたくないとかっていう気持ちとかじゃなくて、その脱出させるためにさ、あの婚約者とかいないとか、そういう面会の面接あれもできないから、うん、なるほどね、そのために結婚した人はいるよ、
あれですね、捕まる人めちゃめちゃ多いから。え？捕まる人がめちゃめちゃ多いから。東京に行くから大丈夫。捕まる人が全部っていうと警察に捕まる人が多いってことだよ。あだからさっきも言ったように精神病院もさあの名古屋だったり誰かが出さんと一生出れん法律とかないからさ医者の自由じゃん。東京大阪にいる理由はさまずその一つもあるじゃん。逃げるから1ヶ月で出れるっていう法律があるから。あそうなんだ。とかその時も誰かがさ仲間がいるって言えばさそういう別の部屋になるからさそういう男は多かったけど脱走する人に行ったりさ何でも嘘でも何でもいいからさあのそういうところにたどり着いちゃうっていうか、まあ、あとは一人じゃなくなるからそんな先生目なんか結構きついよ。きついね。自分たちはまだ良かったかもしれない。いいグループだったし自由のあるグループそんな最初なんて天敵とかさ正直なことすごい一人部屋でさベッドに縛られて消費者が来るか今回そんなないけど外からの扉だからさこっちから開けられなくてそこに縛られてるだけだから漏れた漏れたの割り出しなしあじゃあもう多分天敵ばっかりだよ向こう。え天敵とかの血抜きが多い。天敵血抜きそっち系。ああ血抜きそれそんなそういうこと男のここにつけられてる女の別だけど普段針を針じゃん、普段つけられてどう何をつけられてるか、その他の人だって最初は一人部屋だからさそれであのみんな あの自由なところもうそういうこけたら開けに来た時にあのそういうところに行けれるっていうあのその法律適用されるとか適用されんかったら多分ずっといない感覚も私も怪しいと思ってるから精神病院って何かってエレベーターで出した瞬間家と気まずかったわ。でも詳しくは知れない。皆さんがちょっと前がついた。とか仲間とかさ、それ誰か連絡とかそういうのはないと出れんと思う。どうも、どうも、場所変えない。皆さん開けますね。帰って。どこに？ミラスも知り合いでもいるわけねえよなみたいな。ちょっと静かなところ。どこがいい？え？どこがいい？え、なんで？ちょっとそれ食べたら。タクシー乗ろうか。どこ行くの？空手？あ、いいよ、なんだろう。かぶせるとさ、あの大阪に身分証取ってあのパスポートでも作ったらさ携帯に繋がるじゃん。携帯のあれはできんくてもさ借りれんくても金融じゃん契約に、うん、初期費用とかさ。なんか東京で中絶もしたことないしさ美容外科ぐらいでさ愛知県のその人が来てくれたらいいけどさその医者がね、うん、なんか悪い人ではなかったと思うよ。産婦人科の人、助産婦は女だ、おばさんだったけど。じゃあ産む場所は、うん、その今行ってる病院で大丈夫だった、うん、本当に分からんよ。あんま遠く行っちゃうと病院受け入れてくれないよ、うんうん、出産がなかなかできなくなっちゃうから。でもいざとあんたは出産やるしかないよ、どこでも。いやまあやるしかないんだけど、うん、だから今の病院東京に来てくれればそれができるんだ。救急車運ばれたとしてもその今通ってる病院にあの連れてってもらうことができるからね。あれちょっと待って携帯が落としてきてやばい。あ携帯落としたかもしれない。そうだ本当だって。どこに？さやばい。え携帯落としたかもしれない移動の時に。さっきのタクシー何か分かる？ああ、領収もらったから何それか外に落ちたか。ちょっと電話しとくね。うん、一回フロントに電話してみる。落ちてないか
あ、1階のところに携帯落ちたんですか、黒い。はい。はい。あった。まだわからん。あ、すみません、先ほどそちらで、食事していたものなんですけど、入り口からほんとすぐ近くの席で、携帯の忘れ物ってありませんか？あります？ある。あ、わかりました。後で取りに行ってもいいですか？あ、すみません、よろしくお願いします。ワイルドワンってめっちゃ知ってる？はい。ワイルドワンって何やコスプレの店。あ、知らない。返品できんよね。領収書があれば。領収書とかじゃなくて、できんかったような気がする。なんで？わからん、返品お断りってあったかもしれん。何をコスプレするの？服、うん、あったかな、コスプレと。何のコスプレ？何のコスプレって、コスプレみたいな服。コスプレみたいな服。うん。どんなだ？ロッカー無理だった。え？ロッカー。ロッカー？うん。処分されちゃった。処分なって。まあ誰がないかもしれない。いや、レシートはない。なかった。変えようかな。レシートはないわ。これすごいじゃん。そうか、そういうのがそっかあったの。こっちの方がもっとすごいじゃん。これすごい。これで何、街歩くの？うん、そういうので歩いてたけど、前は人生したからさ。これすごい。それだったら全然おとなしいじゃん。いや、ド変態や。変態。こっちの方が良くないじゃない。全部ド変態。ド変態って分かる？変態の中の変態。うん、そう。アリちゃんはやっぱ露出がしたいんだ。前からだからね。夏は水着で歩いてたからね、前まで。裸歩いてたんだって。本当だよ。本当？本当だよ。大阪で怒られたんです。このまま8ヶ月。だから9ヶ月前戻ってくる前。うん、水着って裸で歩いてた。裸？うん。それ本当？本当嘘じゃない。下も上も？うん、歌舞伎を知らんかったからな。うん。それはやばいでしょ。うん。さすがに。やばいっていうか、いろいろ行ってたからね。これ返品できんよね、レシートも。多分できない。だって大阪行けんくなって、携帯つなげれんくなっちゃう。うん。なんで大阪行きたいの？その身分証を作りたいってこと。何もできないの、仕事も。うん、生活保護。今日金曜日だよね。うん、生活保護でいいんじゃない。だから無理だったら、パスポートがいるってこと。あ、そうだ。うん。本籍が大阪なの？本籍は愛知県。愛知県。じゃあ、これどうにもならん。ならん。金向こうで全部使っちゃうでしょ。ホテルやらなんやら。そんなんですよ。まあ10万ぐらいいつも持っててたけどね。10万以上は。そうじゃなきゃさ、買い物とかもしたいしさ。そういえばさっき言ってた話何だったっけ。下の服がない。着るの今。はい、今着るの。着られると思う。これだってさ、ブカブカでさ、なんか緩かった。いや、今のままでいいと思うよ。なんか歩きにくいもん。派手すぎるよ、ちょっと。ショートパンツはなかったわ。ショートパンツ？うん。ちょっと僕いるから、ちょっと。はい。着替えは。あ、やめてくれ。うん。ごめんね。うん。今日1曲ぐらい歌っていい？いいよ。あ、そういえばさっきの換気の話。前のさ、妊娠の時も、うん、男はなんかいろいろ知識を知ってて、うん、ずっと私と付き合いにかった人が、うん、モテたいって言ったな、ファンクラブとか、うん、だからそういう人が私を見つけた時に住所とか聞いて結婚に持ってって、うん、結婚したらさ、その人と一緒にいないかって監禁にもならないじゃん、うん、警察逃げても、うん、そういうので、うん、妊娠がどうにもならなかった。監禁されてた。
その人がなんで監禁したの？一緒にいたいから、好きで。ああ、アイラちゃんのことは。うん。アイラちゃんはその人が好きじゃなかった。うん。好きじゃないっていうか、他の人がいるっていうか、そういうのにさ、入れれなかったっていう。で、監禁されちゃって、暴力とか振るわれてない。暴力は逃げられないようにはされた。逃げられないようにどういうこと？なんか紐で結ばれてる。そうそうそう。紐で結ばれてるか、寝るときとか、寝るときとか寝てかせんようにチェーンでさ、縛られたりさ、鍵付きの。体を？マジ？それ結構やばくない？そうか。長かったかな。そういう人はいてもね、年数が長いってこと。アイラちゃん、カラオケで何歌いたいの？適当。適当？浜崎あゆみじゃないの？うん。あ、ありがとう。アマロちゃん？うん。歌？いや、めちゃうまい。うまいね。得意だった昔から。うん。歌？羨ましい。俺あんまり声が出ないから。前さ、愛知県にいた時、あゆと同じ声で普段も喋ってたのにさ、声が変わってっちゃったよ。アムロと同じ声で喋っても声が変わってっちゃったよ。うん、変わっちゃったの？うん、今こんな普通、普段はこういう声になってた。それは何で？誰かにやられたの？そう、わからん。前って、この前の話よ、愛知県にいた頃。うん。自然とそうなっちゃった。そう。すごい。なんか、でもなんか最近まともじゃない？まともか。うん、まともになった気がする。まあちょっと要所要所でちょっとまともじゃない。普通なの、時間とかさ、忙しくなかったらな。うん。法律とかわかる？うん。すごいじゃん。人気歌うわ。あゆちゃんさん、あげろ。うん？うん。マイクの声が変わっちゃうからさ、地声と。うん。ね、これは？これ今、あやちゃんの友達から送られてきたの、これ。右の人でしょ。うん。友達？だからそれは、彼氏がいたそのいとこなんだって。あやちゃんの彼氏のいとこ。うん。まあ、それは知らんもん。知らんもん。うん。すごい、なんか、つながってきたけど、なんか、あとちょっとで、なんか、あやらちゃんの両親に会えそうな。会っていいことない、私は会わんよ。まあ、うん、その責任は自分で取ってね、あったからといって。いや、まあ、あやらちゃんに会わせたいとかじゃないんだよ、ないんだけど。あゆ歌うわ。あゆ歌って、コード組み立ったら終わり。うん。一曲ずつ。うん。上手。本当？うん。聞いたことあるこれ。あれ？うん。お満足？満足とかない。満足さない。今日この後なんか予定ない？あ？ない。ない。もう帰るだけ？違う。返品したいけどな。できんよね、きっと。うん。一回行ってみるだけ行ってみるわ。これだけでも返品するわ。うまいでしょ、歌。歌うまい。すごいうまい。びっくりした。これとさ、こっちのボディコンどっちがいいと思う？ショートパンツがないからさ。どれとどれ？これとこれ。どっちも変わらんって。安いショートパンツどこか売ってないかな。安いショートパンツ、うん、ドンキに。ドンキは、でも1000円はするよね、確かに。でも妊娠が終わったらさ、もう無事終わったら腹もなくなるでしょ。子供を出産したら破水って出てってさ、うん、最初はちょっとさ、ちょっとあれブヨってなっても腹筋とか戻っていくから前ね、すぐもう、でもに脂肪吸引したけど、その時のように戻るかは分からん。痩せるかどうかってこと？腹ちょっ風邪ひいてるの？喉が、トロー使えんかねか。アラちゃんの元彼はどんな人だろう？いろん
な人、かっこいい人。最近は彼氏いないの？体調をちょっとすごい気にしてる。これから多分週一で通院が始まるかな。そんなことなかったよ。本当？20何日かなんかに行って、うん、でもうあの出産の前に、うん、あのちょっと早めにか分からん、そうだったか陣痛が始まってからでよかったかで、あとはその後が1週間ぐらい入院するって言ってた。ああ嫌だよ入院なんて暇、うん、予定入院みたいなのはないな。うん、で医者の人も言ってた今日、あ携帯つなげた方がいいって何かあった時にさ、うんうん、でつなげますって言ったの買い物しちゃってさ、うん、ちゃんと今の寮には帰ってるの？うんちゃんと帰ってる、うん、いやでもいよいよもうすぐだよ。なんか先生言ってなかった？早産とかどうとか、うん、いつだったかな、もうちょっとしたら生まれるかか日も来るかもしれないと、もしかしたらもう少しってどれぐらい？忘れちゃった、ちょっと来月？今月？来月っていうか、まあそれくらいになったらいつに、だって前もさ、出産って言ったところでその日にちょっきり生まれたわけじゃなかったからさ、うん、前はどうだった？早かった？早かった、早かった確かね。どれぐらい早かった？いや、3日ぐらいかな、3日か5日予定日の？うんだからさ、なんかそういう風な感じだったね。うん、ちょっと毎日会おうか、そしたら、ね、毎日会わない、いやいや、会うって言ってもそれ別に何、ご飯おごってくれたら嬉しいけど、ご飯おごってくれたら嬉しいけど、別に安いのでもいいから毎日、そうそうそう、あ、いいよいいよ、携帯なんとかしてよ、携帯、うん、いや寮にいてくれれば、いても繋がらんもん、あそこ、あそこ、うん、どこでいつも携帯触ってるの？前の ってとこでやって、あの、Wi-Fi つないと怒られたからさ、うん、これからどうするの？なんか繋げなあかんってこと。寮におったら、うん、救急車呼べる？呼べない。携帯が繋がらんから。その黒い携帯はどう？繋がらん。あ、繋がらんの？ Wi-Fi だけ。ああ、なるほど。アラちゃんはなんで携帯欲しいの？だって携帯の方不便じゃん、連絡取れんから。相手からも、あの、連絡取れんって言われるからさ。アラちゃん誰と連絡取りたいの？誰とっていろいろだよ、誰でも、まあ、とりあえずちょっと確認しとくわ。うんそろそろ行く？奈々ちゃんちょっと待って、LINE やる、 LINE じゃない、メール。どうした？あれ、めんどくさいなと思ったのが。何が？あそこに取りに行くのが思わん？パスポート？あの、携帯取りに行くの。ああ、めんどくさいね。はい、めんどくさい。今度はですね今度は無理だな、あっちも寝番来たりするかな、うん、今は何、男と会ってる？男と会ってる時もあるよ、大した男じゃないけどね、うん、もし家で出産の時さ、来てくれるの？出産の時10月10日、10月10日いいよ、うん、いい、うん、いいけど、うん、その予定通りに行くかどうか分からないでしょ、私がでしょ、うん、あの生まれるか何かって、だからあの携帯つながった方がいいんだ、急だったらさ、あれ連絡が取れなくなっちゃうじゃん。ちなみに、うん、そのもし家で破水した場合、うん、どうする？まあ家だったら救急車呼ぶよ。どうやって？あのどうやってその辺の人かな、公衆電話遠かったからさ。家って何、その隣の人とか近い？ない、隣ない。じゃあ誰に声かけるの？その辺下へ降りてて、あの救急車呼んでくださいって、破水したからって、うん、破水した状態でお腹すごい痛くなると思うんだけど、歩ける、歩くってこと？歩くそんな痛くならんと思う。本当？最初の破水は全然痛いとかなくて、血が出てくるからびっくりして、うん、でその後、うん、あの向こう着いてからだな、着いて、あの陣痛が始まったら腹の中がおかしいってかなかなってって、そう痛いとか、なんかそういう思われる現象になるってこと。なるほどね。ちょっとじゃあまあ考えようか、いろいろちょっと、まあとりあえず会う回数増やそう。
これから。まあ大抵だね、あれだったらな、あの東京だったらね、うん、私ももうそれでいいわと思ってさ、他のとこ行ってももう遅い、遅いな、遅い、無理、早くもっとさ、変えるなら変えればよかったの、向こうも準備してあるからさ、それ変えたら失礼だよ、そうね、うん、気分は迷惑かかっちゃうね、悪くしたいかんから、偉いっしょ。だって医者も言ってたもん、別にそんな大した大事がないから、うん、できようと思ったらそんなできるぐらいのこと言ってきたからさ、出産のこと、うん、誰でも、うん、それでその痛み止めだけ、うん、合わんかったらまたその時に、あのその時、うん、あの出産の時、うん、そう、会う、ま、会うのをまた変えて入れるっていう、うんうん、痛み止めをね、そうそうそう、はい、まあ前と一緒の方がいいって言ったけど、そもう前の病院も調べてあるみたいだったから、うん、出産したことある病院、そうそうそう、愛知県の、はい、連絡とかなんか取ってるかは分からんけど、はい、医者がその時になってみると分からんのだって、はい、あの出産の日、うん、交代制でだから、ああ誰が担当するかどうか、そう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 、はい、じゃあ指名とかするのできない、そう、金払えばいいかもしれないけどね、うん、そういう誰々その有名な医者お願いしますとかさ、ホストクラブじゃないから、じゃああるよ、指名制度みたいなのあるの、あるよ、愛知県の時はそういうの流行ってるからさ、あのここの医者がいて、あったでしょ、ここの医者にお金か払ったらこう有名な医者に見てもらいますとか、愛知県ってそういうのあるじゃん、いやよくわからん俺は、本当、うん、そういうのあるからさ、出産に関してはちょっとよくわからん、まあ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 、まあちょっと会う回数増やして、うん、ちょっとお腹の調子とかもね、体調は悪くないもんね、今ね、悪くないよ、うん、腹減ったさ、腹減ったかも、腹減ったちょっとお母さん食べたいとか思うけどね、うん、でももうここ時間でしょ、ここ時間、うん、とりあえず行きますか、はい。